2年連続で当芝場最多の種付け頭数を記録しました人気種牡馬ローエングリーンの登場です。父はシングスピール、母はフランス G1 を2勝した名品カーリング、母の父ガルドロワイヤルです。本馬は類いまれなるスピードを武器にハイペースの2行進行とする個性派として2歳から8歳まで息の長い活躍を見せ10の勝ち星を挙げる素晴らしい成績を残しました。その中には4つの G2 勝ち、そして海外にも積極的に遠征し、ムーランドロンシャン賞2着、香港マイル3着の実績は間違いなく一流馬といえる立派なものです。血統に目を向けますと、父シングスピールはドバイワールドカップやジャパンカップを制覇し、シボバイル後も世界各地で数多くの G1 ウィナーを輩出した歴史的名馬、母カーリングはフランスオークスベルメイ賞を優勝した名品で、繁殖入り後も本馬の他にフランスで種牡馬入りしたレゴラスや重賞勝ち馬エキストラエンドといった活躍馬を送り出し、競争成績繁殖成績ともに一流の結果を残しています。皐月賞と朝日杯を制した代表3区ロゴタイプ、朝日杯で3着に好走したゴッドフリートはいずれも母の父がサンデーサイレンスで、ローエングリーンとサンデー系繁殖牝馬との相性が良いのはすでに証明済みです。他にも母の父サクラバクシン王のダイワジャストや母の父サウスビギュラスのクラン・ルシフェルのようにスピードに優れた種牡馬が母の父に入った配合でも結果を残しています。また日本で主流になっている血統が入っておらず、ほとんどの繁殖牝馬との配合が可能という点から、本馬の種牡馬としての可能性はこの先も無限に広がっていくのではないでしょうか。名馬シングスピールが送り出した世界的良血ローエングリーン、本年度の種付け量は受胎確認後80万円、生後条件120万円となっております。ぜひ配合相手としてのご指名をよろしくお願い申し上げます。